はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の推定についてお送りします。で、これで数 B の動画がねラストとなります。まずね、ここまでお付き合いいただいた方、皆さんありがとうございました。で、ラスト推定ということで、またここね問題演習2問やっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいと思う方は、今からね自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。ほんじゃ、やっとねラストになりましたんで、気合入れてやっていきますんで、どうぞよろしくお願いします。おし、じゃあ行きましょう。で、まあ、ここのね前回の募集団とかもそうでしたけど、まあ、すごい公式が多いんですよね。で、この推定に関する問題、キーワードはこの信頼度 95% っていうのが、まあ、出てくるんですけど、これ絡んだ時もなんかね、えげつない公式出てきます。両方とも違う公式にも使うんですけど、で、まず1番からね問題読んでいくと、大きさ100ですの標本の平均値が 56.3 なんです。まあ、標本の平均ね。で、標本の標準偏差が 10.2 なんです。で、この時に母平均 M に対して信頼度 95% の信頼区間っていうのがあるんです。で、それを求めたい。で、信頼区間を求める公式、まあ、それを出す時には2つあるんですけど、で、それがまあ2個分かれると、問題によってね。で、まず1番の方の公式を先に書きます。で、信頼区間っていうのは、ここからここまでみたいな2つ、括弧の中に数字が入るんですけど、まず、左側、x バー、マイナス、1.96。で、この 1.96 っていうのは、信頼度 95% なので、この数字を使います。で、ほとんど95で出てきます。問題は。だから 1.96 覚えてもらったらいいと思うんですけど、で、例えば、99% のって、信頼度ね。99% って言われたら 2.58 使うみたいな、まあ、そんな感じなんですけど、ひとまず 95% の時は 1.96 使うと思っといてください。で、それかけるルート n 分のシグマです。で、これが左側で、これ覚えちゃうと右は楽です。ここのマイナスがプラスに変わるだけです。だから 1.96 かけるルート n 分のシグマ括弧閉じとなります。はい。で、これを覚えてしまえば絶対解けます。そう。で、あとはどれがどれかって話なんですけど、で、まず標本平均、これ x バー標本平均です。つまり今標本の平均なので 56.3 が x バーに入ります。で、今回平均と標本標準偏差が書いてあるじゃないですか。で、この標本標準偏差ってよく s って使われるんですけど、で、今回 N、 これは100です。あの数ね。なんで N は100が入るんですけど、シグマのところは母標準偏差が入ります。で、今回 S って書きましたけど、標準偏差の中で母の方ね、ちょっと待ってね、母標準偏差、これがシグマなんで、今回書いてないじゃんみたいな感じがするんですけど、こういう感じで、問題出された時、まあ、あのね、母数がっていうかね、母数なんか多い時なんかで使えるんですけど、基本的に標本標準偏差とこの母標準偏差同じとして計算して OK という、まあ、暗黙の了解みたいな感じなんですけど、つまり今回シグマのところ10点に使って OK なんです。だから X バーも N もシグマも全部わかるので、もうあとは入れるだけだよっていう感じで、入れていくと、結局これ 56.3 入るでしょ。で、1.96 かける、ここルート100なんで10分のになります。ルート100って10だから。10分の 10.2。つまり、ここがちょっと計算めんどくさいので、先にやってしまいます。1.96 かける、もう10分のにしちゃうね。10分の 10.2 と。で、これはですね、もう地道に筆算してもらって、してもらったらなと思います。まあ、ここ10分の 10.2 が 1.02 なんで、1.96 かける。まあ、あの、計算の仕方はね、任せますけど、神々、まあ、これやったら、6に12、9に18で3、こうなるんで、1.9992 になります。計算するとね、じゃあそれを使って計算するのかっていうと、これは四捨五入して OK です。さすがちょっとね、小数第4位かなまで行っちゃってるので、
で、これ何にするかっていうと、四捨五入して 2.0 として計算して OK になります。なので結局ここの X バーに 56.3 が入るので、 56.3 マイナス 2.0 から56.3 プラス 2.0 となるので、答え信頼区間ね、まあ、こう計算すると 54.3 と 58.3 となって、これ終了となります。これがまず一つ目ですね。その、標本平均と、まあ、今回ね、標本標準偏差になってますけど、某標準偏差があるときに使うのがこっちです。 X バーマイナスってやつで、もう一丁2番いきますね。で、こっち何が違うかっていうと、ある工場で生産される製品の不良率を信頼度 95% で推定したいと。まあ、なんかちょっとごちゃごちゃ書いてありますと。まあ、信頼度 95% って書いてあるんで、あ、この辺の勉強なんやなと思ってください。で、この不良率がほぼ 5% であると予想できるとき、ここキーワードですね。5%、これ使います。ときに、信頼区間の幅を 0.02 以下にするには、標本の大きさをいくらにすればよいか求めようっていう問題。で、今回は信頼区間を求めるんじゃなくて幅と聞かれてる。でも、これどっちでも OK です。幅を出すときは、結局、ここからここまでの幅って聞いてるので、まあ、こことここ引き算すれば、幅になる、まあ、今がやりますけどね。になるので、キーワードとしてはこっちの 5% です、ここ。上、パーセントなかったでしょ。で、この 5% が標本比率と言います。標本比率。ここちょっといくね。で、よくラージ R 使います。標本比率ですね。この 5% が。で、公式を何を使うかっていうと、2番。さっき R、ラージ R なんで、X バーではなくてラージ R 使います。 R で、信頼度 95% は上と同じなので、やはり 1.96 を使う。で、かけるこっち側はルート N 分のシグマだったでしょ。で、ここが変わってて、でっかいルート N 分の R かっこ1マイナス R が入ります。はい。で、右側は、マイナスがプラスに変わっただけですね。 1.96 かけるルート N 分の R かっこ1マイナス R が入ります。だから、もし2番パーセントがあって、普通に信頼区間求めなさいって言われたら、これでいきます。ただし、今回は標本の数が載ってないので、載ってれば使えるっていう感じ。いいか、 L の部分ね、これは同じなんで、こっち数ね。で、幅って言われたら、さっきも言ったように、左から右側のことを幅と言います。例えば今回だったら、こっからここなんで、こっち引くこっちをすると幅 4.0 になるのね。で、今回も幅を聞かれてるので、これも覚えちゃうと楽なんですけど、幅ごめんねこっち側からこっち側を引き算します。そうすると、ここの R は引くことで消えてしまうので、ここ引くここになるから、2倍の1.96 かける N 分の R マイナス1マイナス、ごめん、 R カッコ1マイナス R ね。これが幅です。これ引くこれしただけね。これまあなりますんで。で、さっきも言ったように、今回標本の大きさがわからないです。大きさってのは L のことね。あそこ出したい、 L ので、 R はもちろん 5% なので、5ではなくって 5%、これは 0.05 もしくは100分の5を使ってください。パーセントをちゃんとね、数字に変えてね。で、代入して求めていく。で、実際入れてみると、2×1.96 でしょ?で、N がわからないんで、N 分の。で、俺分数使いたいんですけど、ちょっと書くために一回 0.05 いきます。後で戻します。で、1-R なんで 0.95 ですね。1-0.5 なんで、あ、これ 0.05 なんでね。で、これが幅。それが今回 0.02 以下にしたいんで、0.02 と以下だからね。
これで式完成。あと N 求めるっていう結構えげつない問題です。で、ちょっとね、暗算気味にやっていきますけど、このルートっていうのは、上と下に分けることができます。こうやって。で、両辺ルート N をかけて、こっちを消してこっちにくっつけます。で、その後に両辺 0.02 で割ると、ちょっと書き直すよ順番。ルート N をこっちに持ってきて、こっち向きだね。0.02 で割ったので、まあ、かけるにしようか。こっちは分かりやすいね。1.96。で、ここも、0.05 が100分の5。ね、さっきのやつ。で、0.95 は100分の95なんで、こうなります。で、ここを、まあ、約分しちゃっていいかな。1と1にして、切ると、ここ196になります。全部約分すると。で、どうせ N にしたいんで、両辺2乗しちゃってください。だから、N、大なりイコール、196、2乗してるからね、の2乗をかける、こいつ、2乗したらルートが外れるんで、100分の5かける、乗ね、100分の95と、なって、あとはこれを計算していきます。で、計算していくと、いくつだったっけ、さっきにやったんだよね。ちょっと待って。1824.7 かな。1824.7 と。こうなるので、四捨五入して、結局 N は1825以上にならなきゃいけない。以上ね。つまり、標本の大きさ、いくらにすればよいですかって言われたら、1825。以上、ちょ、インクなしちゃってごめんね。これあれか。ここ答えだと分かりにくいね。となって、終了。ちょっとね、この計算はしょっちゃいましたけど、25。以上と。結構ね、こう計算めんどくさいんですけど、まあ、地道にやったら出てきますので、こんな感じでやってみてください。まあ、最後もダブルでね、ちょっと公式になっちゃって申し訳ないんですが、ぜひこんな感じで解いてみていただけたらと思います。では、今回は高校数学数 B の推定についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて、そして最初にも言いましたが、これで高校数学の数 B 終了となります。後にね、また足すかもしれないんですけど、ひとまず一区切りとなりました。本当にね、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。で、他の、ま、数学ね、高校数学、まだ取ってないのもありますので、引き続き、ね、頑張ってね、取っていきますんで、もしよかったら今後もいろいろ見ていただけたらと思います。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。